杉田智和アジルスチャンネル。トール。はい、小林さんじゃないよ、トラトールだ。こんにちは、アジルスこと杉田智和です。今回は思い出の漫画フルーツバスケットでございます。はい、今アニメやってるからとかじゃないんです。急にふと思い出したんです。まあ、きっかけは今やってるアニメでしたけども、あ、そういえばあれ、この漫画最後まで見たっけかな。いや違う、なんか終わるのが嫌だとかじゃなくて、普通に途中までしか見てないやつやってなってね。そう、漫画が始まったのはもう20年ぐらい前ですけども、あの当時僕は声優としてデビューしてちょっと経ったぐらいの頃じゃないかな。タバックっていう新大久保のスタジオがあったんですけども、そこにアニメのポスターが貼ってあって、大地監督版のやつが、はっ、フルーツバスケットやって言ってね。読んだきっかけはよく泊まりに行ってた漫画家の先生の窓から逃げる先生っていうのがいるんですけども、下に編集の人が工藤さん原稿って言ってきた瞬間に安全靴を履いてじゃって言って窓から逃げていくっていう、その先生の家に埼玉に終電が行くのが早かったんでよく泊まりに行ってたんですけども、そこには絵を習っているミッチーこと三井くんっていうのと、あと同じくなぜか本格的にではないけども、あの絵を習いたがってた熊川っていうのがいたんですけども、まあ熊ちゃんはその後まあ月影学園の脚本とかでねお願いしてましたが、そこに僕も行って、1階がそのミッチーの仮眠室みたいなところだったから、そのベッドを代わりに俺が寝てたっていうね。ミッチー寝れなかったんだ、ごめんな。でその時にやっぱりそのみんなフルーツバスケット好きで、で漫画が置いてあって、逃げる先生の家に、そう、それで、ああ、またミッチーが久に萌え萌えしてるって、萌え萌えしてるって言い方の語源そこだったんだよなって。で逃げる先生もクマちゃんもミッチーも揃ってキサが大好きで、俺は恐怖したね。あ、やっぱりホニャララコンって病気なんだなって、貴様俺たちが守るって言いながらね、体の一部をヒートアップさせながら言ってましたけど、どこかは言いません、怖かった。というわけでフルーツバスケット、人が成長していくのに必要なものってじゃあ何だろうみたいなのをこう教えてくれる、あと最初のコミュニティである家族、家庭っていうのとどう向き合って人は成長して大人になっていくのか、大人になっても成長って続くんですよね、それを教えてくれる素敵な漫画です。じゃあ、ね、ちょっとキャラクターをちょっとおさらいしていきましょう。十二支がテーマでございますね。はい、まずはねえ牛とらがネズミ、ネズミは相馬ゆきくんですね。ゆき様、プリンスゆきと言われる、まあ作品一美しい男です。でもそんな完全無欠そうに見えるゆきくんにもですね、悩みがちゃんとあったり、この漫画の本編の中ですごく成長するんですよ。本編が大きく分けて僕は3つぐらいに分かれてると思うんですけども、その中の一つに新生徒会編って僕は呼んでるんですけども、ゆきくんが生徒会長になって、その生徒会メンバーとやり取りしながら成長していくっていう、これはね一個のテーマで、で主人公というのは、まあヒロインは本田登録くんですけども、トール君はヒロインなら、ヒーローは僕はユキだと思ってます。男主人公なんですよ、この作品において。フルバって主人公誰って言ったら、まあ大抵トール君って答えるんですけども、僕は男主人公はユキだと思ってます。はい。大地監督版でね、久川さんがやってて、女性声優さんが当てる王子様声みたいな感じで、性別が分かんないみたいな感じだったんですけど、それも良かったんですが、今は信長君かな、今のアニメは。僕は男性キャストに、やっぱり男だから男になってほしかったのよ。演じてくれて個人的には嬉しいです。いや、久川さんのバージョンも好きなんですけども、そうなんだよな。で、まあゆきくんを語る上で欠かせないのはですね、この新生徒会のメンバーですね。個人的に作品1の MVP、 影の MVP だと思ってるのは真鍋かけるですね。これちょっとかけるの代わりがいなかったんでバッシュにしますけど、かけるがいたからゆきは成長できた。かけるくんってなんかこう、どっちかっていうとユンユンはさーって言って人をちょっといじったり、テンションが独特だったり、なんか軽薄そうに見えて実はすっごいものを考えてるやつで、で人の痛みがわかるっていう、とても優れてる長所を彼は持ち合わせていると、トールくんと違うのよ、優しさの種類が、かけるって。でもそのかけるの存在によってボールぶつけ合ったりしてユキと衝突したり、そのかける自身のその家庭がちょっとね、どう育ってきたか、妹とのやり取りとかね、あのマチっていう妹が出てくるんですけども、いやーマチちゃんはね、いやあんま言うのやめよう、今多分今のアニメ追ってる人がいるはずなんで、なるだけちょっとネタバレっぽくならないようにします。ただかけるくんは超いい男です。僕は影の MVP だと思ってますね。彼がいるから変われた、そう思う、よかったな。というわけで、ねえ牛、牛はですね、こちら牛は相馬初春くん、春くんですね。
ハル君は一見すると切れたら止まらないみたいなね、なんか危険な男に見えるんですけども、そんなことはない。このフルーツバスケット作品随一の自己犠牲の男です。人の痛みを受け止め、自分の身を削ってでも助けようとする、マジいい男だよ。まあ、ブラックハルっていうあのもう一個の頃カーって人格が出てくるんだけども、よくブラックハルの言ってることを見るとそんなに間違ったこと言ってないのよ。世の中に作者の言いたくても言えないことみたいなのが爆発してるのか、読者が思ってる世の中のその不条理に対して本当はこう言いたいのにっていうのをブラックハルが代わりに言ってるんじゃないかと思っててね。まあ、イスズことリンちゃんって出てきますけども、それとのやり取りはですね、あの古場のそのいわゆるカップリングっていうんですかね、その中ではね、あの僕は上位に来るぐらい好きです。いや、春はいい男だよ。切れると何するか分かんないけど、意味があって切れるんだよ。無意味じゃないんだよね。無軌道な感じじゃないっていうのがね、いいね。よいしょ。ねえ、牛。虎は、相場、キサ。キサでございます。キサはね、内気で、いじめられっ子で。でも、彼女が最後に言うんですけど、その弱いからこそ、どうすればいいか。弱さゆえに、こう自分が弱いって認めた上でじゃあどうすればいいのかっていうのをちゃんとこう見れるっていうのはね、最後なんかこう絶対に振り込まないウサギみたいな、こういうことを言い始めるんです。つまりキサはウサギ、いやウサギじゃない、トラだよ、トラになるんだ。そんなキサでございますけど、ぶっちゃけ僕女キャラの中で一番好きです。これ言うとまたホニャララ婚は病気って言って、あの当時の邪悪3人組と同類だと思われてしまうんですけど、違います。違うからな、俺が違うぞ。将来が楽しみだね。うん、ヒロ君頼んだよって思うんだよな。横島な感情は一切ございません。ウサギ。ウサギは、もみじ君。はい、相馬もみじ君でございますね。まあ、作品でとても成長を遂げるキャラクターの一人です。なんて言ったってね、具体的にあの、肉体がまずグーってでかくなって成長するからね。そう。前の CD ドラマ版だと、確か宮田さんかなんかに声も変わるんじゃないかな。そう。もみじくんはいくつかあるフルバツレエピソードの一つ、あのやっぱりね、羽鳥さんってこの後説明しますが、あの母さんの記憶をなんとかする何かあった時の処理係はね、あれきついよ。なんて言ったってね、もみじくんがこう忘れさせるものってじゃあ何だと思うってなったら、やっぱ家庭のことなのね。なんかね、年齢を重ねてくるともみじのストーリーが心に来るものがあって、もみじ自身っていうか周りの分かってるんだけど止められない、大人になりきれてない自分が許せなくなってくるのね。そうなんだよな、ももちゃんのくだりとかね。でも多分生まれてくる時期がユキたちと同じぐらいだったとしたら、トールダービーに一番参加していて、トール君と誰がくっつかがダービーっていうのがあるんだけど、それに最ももみじ君ってある種危険人物かもしれないぞっていう、ワンチャンくっつく可能性あったからねって僕は読みながら思いました。いやでも基本はやっぱりめでるものっていう、可愛いですねもみじさんっていう位置にとどまったからよかったんだけど、いやでかくなったら危なかったよ。立つ竜でございますね。これは羽鳥さん、相馬羽鳥さん、ハーさんでございますね。ハーさんはもう男子キャラで一番好きです。あの大地監督版だと和彦さんが声やっててすげえいい声だなって。でこの人が唯一その、まあ、隠蔽する能力、記憶をなんかちょこちょこっとこうね、シュワッて忘れろっていう、シュッて消せる役なんでね、一番苦労人じゃないか。医者だからみんな体も心も傷ついてんのよ、古場のキャラ。それをなんとか受け止めなきゃいけないと。投手からしても肉体的にも精神的にも参っちゃってる人をまず面倒見なきゃいけないし、みんなが倒れたらこうやって大丈夫かって見に来なきゃいけないし、しまいには隠蔽係っていうね。だってこの能力を使って自分がね好きだった女の子と、まあエピソードが出てくるんですけども、古場屈指の連れ話の一つですよ。いやー、若い頃は僕が20代の頃とかはなんか母さんってすっげえ大人に見えて、で今この年になってもやっぱ一番その大人で落ち着いてんのは、まあ、師匠か母さんかと思ったらこの辺りじゃないかなって。いやいい男です。いやあの前の女のお話、かなさんか、その下りがね辛いんだよね。あと担任のね舞子先生とのねやり取りがねとてもいいんですね。でどんどんしぐれさんへのヘイトが高まっていくというね、それについては後ほど触れましょう。ね、ウシトラウタツミミヘビ、あヘビだ、ヘビはアヤメですね。アーヤ、アーヤは一見すると面白テンションやろうみたいなね、場をかき混ぜるギャグキャラに思うかもしれないんですけども、僕としてはですね、ユキくんの成長にまあ裏がかけるになるけど、表向きはやっぱりお兄さんの存在であるアヤメの存在がすっごい大きいんですよ。これは自分がまあ
実生活だと僕次なんですけども、お兄ちゃんがこういうあやめさんみたいな人だったらもっとなんかいろいろ楽しかったかな。いや自分の話してもしょうがねえ。ゆきくんがずっと何かを塞ぎ込んできた性格だから、それをこう積極的に表に出してくれる。いい男だよ本当に。ミネちゃんだっけ、メガネっ子の店員の子との組み合わせはねとてもいいですね。すぐ杉田さんはねメガネに弱いっていうのはそういうことじゃない。ねえ牛トラウタツミ、馬馬でございますね。イスズでございます。リンちゃん気持ち悪いでしょ今の言い方ね。なんて言ったってドラマ CD で桑島さんだったからね。ほら今日は こういうのね、これね、ダメ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 よダメダメ。今日はそういう日じゃないんだ、そういう日じゃないんだよ。そう悩み抜くもどかしいキャラなんだ。トールくんとのゆり、ごめんごめん。馬の次は何かな。ネウシトラウタズミ馬。羊。羊は、あ、ヒロくんだ。将来が楽しみなイケメンでございます。キサを守れよ。必ずな。だからね、ほんと、ヒロくんはね、まあ、リンちゃんがそれなら、ヒロくんはトールくんとのおねしょ。ドゥイ。まだ慌てるような時間じゃない。猿、猿はりっちゃんだな。りつ、女の子だと思ったら男性だったっていうね。そんなに本編で実は目立たないんですけども、あやめさんとなんかこうビューティー同盟みたいな指定関係みたいになっていってですね、あとはしぐれさんの担当編集の方といい雰囲気になったりとかですね、割とですねドラマが実は裏でいっぱいあるんじゃないかって思わせるキャラクターです。はい、りっちゃんね、自分の美意識みたいなものとか悩みがそのあまり表立って扱いづらいところにあるのかなって思って、でも見た目も美しいけどそれ以上に心が美しい男なんで、このりっちゃんはな、あ重要ですよ。はい、で鳥がね、なんといってもですね、クレノさん、そう物語後半のキーパーソンです。クレノさんがとあることがあって物語がグッて加速するんでね、そう謎の人これな、まあ言ってもしょうがないかもしれないけど、アニメのオーディションが来た時にクレノさんを読んだ時にちょっと撮ったやつ聞かせてくださいって言って自分で聞いたのに、すごい悪い人に聞こえた。あ、ねえわってなった。でも優しいんだけどなんかちょっと壊れててほしいのね、クレノさんって。で誰になったんだろうと思ったら梅原くんって発表になったから、もうぴったりじゃんって。いや梅ちゃんが壊れてるわけじゃないよ、優しいんだけどいわゆる皆が思う優しさからちょっと外れたところっていうか、その概念を壊す男だから梅ちゃんの芝居って、それをできてるからねクレノさんいいんだよね。そうこれ重要人物よ。ウオちゃんとのやりとりもねおすすめで、トールくん、トールくんを語る上で本当に重要人物であるウオちゃん、ハナちゃん、親友コンビでございますけどね、この二人もねとても重要で、ウオちゃんもともかくハナちゃんの方はおそらく作者の高谷先生が世の中に対して言いたいことや、でも理想図だな、理想の姿って結構ハナちゃんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、あんまりこの漫画を読んでて作者の言葉って読む姿勢が固まってしまうからあえて見ないようにしてました。なのでこのようにですね、ムック本がファンブックが出ていて、あと前のアニメ合わせて出てたこんくらいのムック本があったんですけども、見るとなんか答えみたいなのが自分の中に決まっちゃって受け入れらんなくなってしまうと。古場で重要なのは優しさも心もそして良心も良い心も育てていくもので、人それぞれが違うから持ってるものが、それをこう尊び立てる否定をしないっていうのになると結構ね自分の中で何かが凝り固まっちゃうとそれができないのよ。重いでしょ俺の考え方も。そうなんだよ、トール君はねおにぎりが背中の梅干しを大事にしなきゃな。さあ十二支に戻りましょう。で、はい、問題人物です。犬、しぐれさん、グレさんです。詳しくは言えませんが、若い頃見たらすごい大人の男だなって思ってたんですね。で、この40前になってから見た時には大人じゃないなってじゃないなって、大人だと思ってる大人じゃないずるい人なんだけど、でもきっとすっげえかっこいいのよ。なんか許しちゃうみたいな、もうでも許しちゃうっていうのがグレさんだと思いま
。だから絶対かっこいい声がいいのよ、色気のある声じゃなきゃダメって思ってて、大地監督は沖合さんが演じてたから、やっぱ色気のある声になったんだななんて。じゃあ新しいアニメ誰なんだろうなと思った時に、まあこれも言ってもしょうがないけど、まあオーディション原稿が来たわけですよ。言葉を見た瞬間に、セリフを見た瞬間に、とある人が頭に浮かんだんですね。ああこの声じゃん絶対と思ったら、その人になりました。はい、ね、やっぱいい声じゃなきゃダメよ。なんかね、他の人からうわーつるいって思うのがグレさんだから。そうで、なんかね、喋るだけで、なんか言ってみればちょっと色気で口説いてるみたいに聞こえる方がいいから、うん、そういう人に決まってよかったなって、ね、色気が半端ないっていうね。イノシシカグラちゃんですね。なんかね、漫画を読んで思うのはね、もっと救いが欲しいなっていう本音があったんですけども、まあこの後話す京くんにとっての重要人物なんでね、うん、お姉さんみたいに称する人がいるんですけど、俺は姉じゃないと思ってます。はい、寂しいんだよな、カグラちゃん見てると、で十二支に入れなかった猫、これがキョウくんですね。キョウくんはですね、やっぱり作品随一の優しい男、そして熱い男で、作品を回す上で重要な人物なんですよ。やっぱり猫っていうのは十二支に入れなかった、それに対して怒りなのか、あえて優しさで譲ったのかとか、だから全員に対して突っかかっていくし、で別の意味で全員と絡んでいくトールくんとすごい対比になるんですね。十二支ではないけど十二支全員と絡んでいく、十二支の呪いではないけど、もしかしたらトールの存在って呪いを解く鍵でもあり、新しい呪いかもしれないって、みんながトールのことを思うとそれが新しい呪いになるかもしれないと。これある種恐ろしいんだよね。なあ、よいしょ。キョウくんってね、いや僕はかっこいいと思います。はい、いい男だよな。キャラを紹介してきましたけども、そんな相馬家をまとめ上げるのがこちら、相馬家当主相馬明人でございます。明人の存在がね、やっぱりね、相馬家のね根幹を担っていると言いますかですね、詳しくは言えません。何か得体の知れない怖い人みたいなところなんだろうなってところで、ネタバレを配慮してここで一旦終了します。今アニメを追ってる人はこの動画を見て、アニメ本編、僕はアマプラで追ってますけども、それで見て楽しんでください。ああなんか古場気になったなって人は漫画を一から読んでみましょう。はい、ここで一旦締めておかないとやっぱいけないからさ。というわけで一旦とりあえず終わらせますけど、すぐ戻ってきます。それではチャンネル登録よろしくお願いします。